どうも皆さんこんにちは、チャックマツです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスキャンペーン開始ということで解説ねやっていきたいなというふうに思ったわけなんですけども、ちょっとね世の中がこんな感じになっておりますんで、ホテル価格自体がですね下がっている傾向にもありますので、ヒルトンホテルのポイントね購入すると、まあ、今回ね 100% のボーナスキャンペーンは来ているんですけども、なかなかねお得に利用することがね難しそうだなというふうに思いましたので、今回の動画ではですねヒルトンポイント購入のキャンペーンの解説とですね、お得にね利用できるホテルをですねちょっと探してみたということでやっていきたいというふうに思います。でですね、今回のね動画に関してはね結論を先にね言わせていただくとですね、購入したヒルトンポイントをですね繁忙期であるねゴールデンウィークとかに利用するのであればですね、結構ねお得に利用できるかななんていうふうにね思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。それではですね、今回のキャンペーンの概要ですね、ヒルトンポイント購入100% ボーナスキャンペーンということで、ヒルトンのねポイントを購入すると購入した分がですねそのまま 100% ボーナスポイントでねつくキャンペーンという風になっております。期間がですね2021年の1月18日の12時から2021年の3月5日11時59分までという風になっておりまして、こちらね東部標準時間という風になっておりますので、こちらね日本時間に直すとですね2021年の3月6日の午前1時までっていう風になっているわけなんですけども、まあねギリギリで購入されるのはですねあんまりおすすめできないっていう風になりますんで、もしね購入される方であればですね3月5日までに購入ねしていただければなという風に思います。でですね、特典に関しては購入ポイントの 100% ボーナスポイントという風になっておりまして、最低購入ポイントっていうのがね設定されておりまして、1万ポイント以上ね購入すると今回のね 100% ボーナスポイントがねつくわけなんですけども、1万ポイント未満でね購入してしまうとですねこの 100% ボーナスっていうのはねつかなくなってしまいますので、この点はね注意していただければなというふうに思います。でですね、ポイントの購入上限に関しては8万ポイントまで購入可能っていうふうになっております。またねポイント付与に関しては購入後48時間以内にね付与されるっていった形になっております。ヒルトンポイントのね有効期限に関しては最後にね利用してから15ヶ月っていう風になっておりまして、この最後に利用したっていうのはですねホテルに宿泊してポイントをね獲得すれば延長されるっていった形になっておりますし、ポイントをね購入したりしてもですね期間は延長されていくっていう風になっておりますので、ヒルトンホテルをですね年に1回でもですね利用すれば失効することはないわけなんですけども、1年とちょっとね期間が空いてしまうとポイントね失効してしまうっていった形になっておりますので、こちらはね覚えておいていただければなというふうに思います。またねヒルトンホテルのポイント無料宿泊の必要ポイントに関しては変動制っていうふうになってるんですよね。マリオットボンボンホテルとかだとですねオフピーク、スタンダード、ピークっていった形で期間がね分かれておりまして、まあそれはねホテルごとに設定されておりまして、利用者側からするとですねかなり分かりやすいわけなんですけども、ヒルトンホテルのポイント宿泊に関してはですねその時期によってですね必要ポイントっていうのはね変動するっていった形になってるんですよね。おそらくですねその必要ポイントっていうのはですねホテルの稼働率で決まってるのではないのかなというふうに思っております。またですね基本的にはですねヒルトンのポイントっていうのは1ポイントねだいたい 0.3 円から 0.6 円ぐらいっていうふうに言われておりまして、これがね一般的なヒルトンポイントの価値っていった形になっておりまして、それ以上にねなることももちろんあるわけなんですけども、基本的にはまあこのぐらいでね利用していただくっていった形になっております。それでは次に今回のキャンペーンで実際ねいくらぐらいで購入できるかっていうね試算をねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、冒頭にね言いました通り今回の 100% ボーナスポイントキャンペーンに関しては1万ポイント以上はね購入が必須っていうふうになっておりますんで、1万ポイント未満ね購入されるとこのね 100% ボーナスねつかないっていうふうになっておりますんで、こちらね注意してください。
ください。でですね、今回は5万ポイントでね計算していきたいなというふうに思います。5万ポイントね購入すると500ドルっていうふうになっておりまして、この5万ポイントはですね2倍になるっていう感じになりますので、10万ポイントを500ドルでね購入できるっていった形になっております。でですね、こちらの動画を撮影しているのは1月の20日というふうになりますんで、さっきね調べたレートだとですね1ドル 103.87 円というふうになりますんで、1ドルね103円でね計算させていただくと5万1500円でね購入できるっていった形になっております。またですね、ヒルトンホテルのポイントの購入に関しては外貨決済っていった形になりますんで、大体のねクレジットカードの場合はですね、まあ、1.5% からね 2%、まあ、高いところでは 3% ぐらいね上乗せされて請求がされるっていった形になるわけなんですけども、今回の試算ではですね 2% で計算させていただくと5万2530円でね購入できるっていった形になります。またね、この外貨決済手数料っていうのはですね、最近ね私の動画でね結構紹介させていただいているわけなんですけども、レボリュートっていうねプリペイドカードがあるわけなんですけども、クレジットカードからですねチャージして利用することができるんですけども、このね外貨決済手数料はねかからないっていった形になっておりますんで、まだね発行されてない方で外貨決済ねよく利用される方、またねマリオットボムホテルポイントとかもね外貨決済っていう風になりますし、今後ね海外旅行をね利用してみたいっていう方ねいらっしゃいましたらですね、2021年1月現在ですね発行手数料もねかからないので、発行しておくとですね今後ね便利に利用できるかなという風に思います。でですね、10万ポイントを5万2530円でね購入できているっていった形になりますんで、1ポイントね 0.52 円でね購入できたっていう計算になりますよね。ですのでこのポイントをね利用する場合にですね、1ポイント0.52 円以上でですね利用できればお得にね利用できたっていった感じになりますよね。それでは次にですね、ヒルトンホテルポイント無料宿泊でお得にね利用できるホテルをねちょっと探してみました。でですね、2021年に関してはですねゴールデンウィーク、こちらがね一番おすすめかなっていうふうに思いました。まずねヒルトン小田原の2021年ゴールデンウィークのね中日で検索させていただいたわけなんですけども、サービス料税金込みですね現金価格144,721円っていう風になっておりまして、これがねヒルトンホテルポイントだと9万5000ポイントでね宿泊することができるんですよね。ヒルトン小田原に関しては一般的な週末でもね結構高いわけなんですけども、ゴールデンウィークになるとですねかなり高いですよね。14万超えという風になっておりまして、これがね9万5000ポイントでね宿泊することができるっていう形になっておりますんで、1ポイントね 1.52 円でね利用することができるっていう形になりますんで、こちらもね結構おすすめかなっていうふうに思います。で次ですね、ヒルトンお台場で検索させていただきました。こちらもね2021年のゴールデンウィークでね検索させていただいたわけなんですけども、現金価格が5万7675円っていうふうになっておりまして、こちらねサービス料税金込みの値段なんですけども、こちらねポイント宿泊だと4万9000ポイントでね宿泊することができるっていった形になります。でですね、この宿泊だとですね1ポイントは 1.1 円でね利用することができるっていった形になりますんで、こちらもね結構お得かなっていうふうに思っております。それでは次にですね、ヒルトンシーホークですね、こちらも2021年のゴールデンウィークなんですけども、現金価格が1泊5万5192円っていうふうになっておりまして、こちらもですねサービス料税金込みの値段なんですけども、こちらポイント無料宿泊だとですね3万5000ポイントでね宿泊できるというふうになっておりますので、1ポイントね 1.57 円でね利用することができるっていった感じになるんですよね。まあ、ヒルトンシーホークに関してはですね3万5000ポイントということで、結構ねそんなにポイント数もね多くないですし、現金価格はね結構高いっていった形になりますんで、こちらもね結構おすすめかなっていうふうに思っております。私がね見た感じからだとですね、基本的な繁忙期であればですね現金で宿泊
するよりヒルトンのポイントで、ね、宿泊した方がお得っていった形になりますんで、今回の、ね、ヒルトンポイント 100% ボーナスキャンペーンに関してはですね、繁忙期にヒルトンホテルね宿泊されたい方であればですね、まあ、購入してみるのもそこまでね悪くないかなっていうふうに思うわけなんですけども、もしね利用される方はですね、現金価格と必要ポイント数ね天秤にかけていただいて、どっちがお得なのかをですねよくね比較していただいて、ポイントね購入してみていただけたらなっていうふうに思います。ヒルトンホテルに関してはですね、平日だとね必要ポイントも現金価格もガクって下がりますし、まあ、週末でもですねそのタイミングによってね結構ね分かれるっていった形になりますんで、現金価格とポイント宿泊のね比較っていうのはね確実にやっていただいて利用してみていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスキャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ、お得にね利用できるホテルも、まあ、ゼロではないかなというふうに思いますので、まあ、繁忙期にね利用される方で現金比較してね利用できそうであればですね購入してみるのも悪くはないかなというふうに思っております。またねヒルトンホテルポイントをね購入する際もですね、ポイントサイト経由ねおすすめっていった形になっておりまして、こちらもね私が動画で結構紹介させていただいているわけなんですけども、アメリカのねキャッシュバックサイトであるトップキャッシュバック経由だとですねポイント購入する際もですね還元ね 2.5% ということで、まあ、すごいね多いわけではないんですけども、こちらもね取りこぼさないようにですね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。利用方法に関してはですねそんなに難しくありませんので、こちらのね動画の概要欄に公式サイトね載せておきますんで、ログインしていただいてこちらのね検索バーでポイント .com ってね検索していただくとですねポイント .com っていうのをね表示されますんで、その先に行くとですねヒルトンね出てくるっていった形になりますんで、こちら経由してですねポイント購入ねしてみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルともホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。